ゴールデンウィーク特に混雑している名古屋駅、注目のあのスイーツが。子どもの日ぴよりんを求めて大行列ができています。そのためお店は大忙しです。なので取材はなるべく早く終わらさないといけません。名古屋駅にあるカフェジャンシアヌでは、おとといから来月5日まで限定で子どもの日ぴよりんを販売。限定のぴよりんを求める人やイートインに訪れる人でゴールデンウィークは特に大忙しということで、短時間だけ取材 OK という撮影許可をもらいました。まだまだちょっといろいろ撮らなあかんけど、時間やばいっすね。急ぎ目に撮らんと。そうですね。子どもの日ぴよりんはチョコバナナ味。いつもは可愛いぴよりんが兜をかぶって少し凛々しい姿に。行列の先頭の女性は朝7時半から並んでいたそうで。そうですね、さすがに早すぎたかなと思ったんですけれども、でもなんかやっぱり可愛くて売り切れたらやだなって思ってたので、もういいや最初から並ぼうって思ってました。おっからオフ会でちょっと友達と集まるってことになってるんで、そこで一緒に食べたいなっていうふうに思いまして、子供がチョコバナナ食べたいというので、はい、ちょっと頑張って並びました。ババロアがとても柔らかく崩れやすいピオリン。家で待つ8歳の息子のためにピオリンチャレンジをすることに。自信のほどは？何回かやったけど全部成功してるので、ピオリンチャレンジ得意なので大丈夫と思います。ドキドキのピオリンチャレンジは見事に成功。無事8歳の息子に届けることができました。ちなみにピオリンをライバル視しているという名鉄商店のこぐまくんケーキもゴールデンウィーク期間は兜姿で登場します。たまたま同じ兜スタイルでした。